町外れ。じゃあみんなこんにちは。僕アンパンマン、今日も元気にパトロールをしているところだよ。よーし、もう少しどこかに困っている人がいないかパトロールだ。アンパンマン。いや、食パンマン、こんにちは。こんにちは。アンパンマンはパトロールの途中ですか？そうなんだ。食パンマンはパンの配達の途中？ええ、みんなが私の美味しい食パンを待ってますからね。みんなが喜ぶ顔が目に浮かぶね。ええ、アンパンマンもパトロール頑張ってくださいね。あ、ありがとう、食パンマン。食パンマンも頑張って。はい、じゃあね。おいしそうな食パンだったな。俺様もお腹ペコペコ。そう、この偉いバイキンマン様はお腹が空いてるのだ。だからあの生意気な食パンマンの食パンを俺様のものにしちゃうんだもんね。食パンマンがこっちに来る。そうだ、ひとまず隠れて食パンマンがここに来たら、いいかお前たち、俺様が隠れていることは内緒だからな。はあ、みんなが私のパンを美味しいって喜んでくれました。素晴らしい。この焼きたての香ばしい匂い、そしてこの白く輝く美しさ。皆さんどうしました？後ろが何か？ドア。何もありませんよ。さあ、今度はあっちのみんなに配達しなくては。さあ、おっと、あらーた、バイキンマン。いやいや、食パンマン、今日こそ食パンをいただくぞ。さあ、そのパンをよこすんだ。バイキンマン、いたずらは許しませんよ。何を？バイキンケーク。はっ。あらっと、なかなかやるじゃないか。いくぞ、バイキンスーパーパンチ。ひょいっと。あら、あらら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 、ら。おや、どこへ行ったんだ？ここだ。これでも暗い泥水でポー。ああ、どうだ、参ったか。マントがドロドロになってしまいました。ハハハハ、
もっと汚してやるぞ。あ、それそれ覚悟。やめなさい。よし、ショックパンチ。ドワーク。くそ、覚えてろ。まったく、バイキンマンにも困ったものですね。ああ、マントがすっかり汚れてしまいました。早く帰って洗濯しなくては。さて、ここはバイキン城の中。もうどこに行っちゃったのかしら。私を一人ぼっちにして。あ、こんな時に食パンマン様がいてくれたらな。私のハートはいつも食パンマン様にドキドキ。喜ばないでくださいよ。喜んでないわよ。もうドキンちゃんったら可愛いですね。本当はね、このホラーマンのことが大好きなんですよ。ほらほら、私は食パンマン様が大好きなのよ。どっと、え、ホラーマンではなく食パンマンさんですか。ほら、そうよ。だって食パンマン様はとっても強くてかっこいいんだもの。それならこのホラーマンだって負けませんよ。ほら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 、いた、あたた、頑張りすぎましたね。ほらやだ、ホラーマンからかっこ悪いほらなんだかわからないけど大受けですよ。こうなったらハッスルしちゃいますよ。ほら、銀ちゃん、かっこよかったですか。私退屈、もうつまんない、眠くなっちゃった。
そんな。ただいま。お邪魔してます、ホラ。いたの。なんか元気はない感じ。くそ。食パンマンめ。食パンマン様。ねえ、バイキンマン。食パンマン様がどうしたのよ。なんだ。なんでもない。教えなさいよ。ドアだだだだだだ。そんなに強くやってないわよ。はあ、さては食パンマン様にやっつけられたのね。違うの。俺様はただ食パンを独り占めにしようとしただけだ。はは、食パンを奪おうとして逆に食パンマン様にやっつけられちゃったってわけね。あたり。やっぱり食パンマン様は強いのね。かっこいい。私お昼寝して食パンマン様の夢でも見ようっと。なんだい。食パンマン様、食パンマン様って。バイキンマン。どうしたんだ。お願いがあります。実はドキンちゃんにかっこいいところを見せたいんです。ほら。無理だと思うけど。そんなこと言わないで。ほら。いや、だって食パンマンとホラーマンじゃ。そこをなんとか。んなこと言われても。そうだ。お、何かいい手がありますか。さっき食パンマンのマントをドロドロに汚してやったんだ。今頃洗濯してるに違いないぞ。それと私がかっこよくなることと何の関係があるんです。ほら。マントを盗むんだよ。え、そのマントをつけて空を飛んだらホラーマンかっこいいなんて、きっとドキンちゃんもメロメロな。どうだ。ほら。ありがとうございます、バイキンマン。これでドキンちゃんのハートはホラーマンのものです。ほら。では早速行ってきます。はいはい、しっかりやるんだぞ。うわすっかりその気になっちゃって。いいか、お前たち、マントをつけてない食パンマンなんて全然大したことないのだ。ホラーマンがマントを盗んだ隙に俺様が食パンマンをギッタギタにやっつけてやる。ガそしてここはジャムおじさんのパン工場。今日も美味しいパンがたくさん焼けたよ。少し休憩でもしようかね。ただいま。ああ、アンパンマン、パトロールご苦労様。お腹を空かせたり困ったりしている人はいなかったようだね。はい、大丈夫でした。よかったね。何事もなく無事に一日が過ぎていく、これが一番だね。綺麗になりました。こんにちは。おやおや、食パンマン。なんだかいつもとどこかが違うような気がするんだが。そうですね、なんだかおかしいな。マントのせいですね。ああ、本当だ、マントがない。一体どうしたんだね。バイキンマンのいたずらでマントが汚れたんです。だから洗って干してるんですよ。ああ、そうだったのかい。それにしてもなんだね。はい、マントがないとなんか変ですね。やっぱりそうですか。私もなんだかスースーして変な感じなんですよ。
マントが乾くまでお茶でもどうかな。はい。ほら、抜き足、差し足、忍び足、無調。抜き足、差し足、忍び足、とっとっとっと。ほら、誰もいないですね。ラッキーですね。チャンスですね。ほら、見てください。このかっこいい食パンマンのマント。ほらほら、今からこのマントはこのホラーマンのものですよ。どうですか、皆さん、かっこいいですか？おかわりしちゃいました。あ、そうか、よかったよかった。ほら、アンパンマンたちはこっちへやってきます。ほら、早く逃げなくちゃですね。おっと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 、皆さん、マントをこのホラーマンが持っていたことは内緒にしてくださいよ。おいしいお茶、ごちそうさまでした。また寄っておくれ。ねえ食パンマン、マントはもう乾いたかな？あそこに干して。はあ、ま、マントがない。どこに行ったんだ？風にでも飛ばされたのかね。どこにもありませんよ。おかしいね。誰かマントがどこに行ったか知ってるかい？私の白いマントを知ってる人はいませんか？あのマントがないと食パンマンは空が飛べないんだよ。誰か知ってるかい？誰かが持って行ったのかい？そんな。え、ほら、ホラーマンが持っていったの？ホラーマンが？でもどうしてでしょう。とにかくホラーマンを探そう。そうですね。みんな教えてくれてありがとう。ありがとう。絶対にマントを取り返しますよ。うん、僕たちで力を合わせて。さあ、急ごう。はい。なくなった、ホラーマン持ってった。その頃、食パンマンのマントを手に入れたホラーマンは、ほら、飛べ、ホラーマン。それ、なんかおかしいですね。飛び方が悪いんですかね。ほら、飛べ。なんかやってるやってる。ガハハハ。ショックですね。こんな姿をドキンちゃんに見せられないですね。何？私のこと呼んだ？ほら、ドキン、ドキン、ドキンちゃん。どうしてここに？どうしても食パンマン様に会いたくて探しに来たのよ。ガハハハ。ドキンちゃん、食パンマンなんかよりもっと面白いものが見られるぞ。え、なになに？ちょっとバイキンマン、こちらへ。いや、なんだなんだ。ひどいじゃないですか。まだ空を飛べていないんですよ。何を言ってるんだ。食パンマンはあのマントを使って飛んでるんだろ。お前も絶対に飛べるはずだ。二人とも何をごちゃごちゃ言ってるの？ほら、そうですよね。私、頑張りますよ。いけ、ホラーマン。ほらほら、ホラーマン飛びます、飛びます。ほらー。だっ、ああ、痛い、痛い。パピプピポ、大失敗、あがががのはホラーマンったら、かっこ悪い。どうして
このマントをつけても飛べないんですかね。食パンマンはあんなにかっこよく飛べるのに。ほん、今なんて言ったの。ほら、まずい。あ、これ食パンマン様のマントじゃない。なんてことするのよ、おバカ。バリやった。ホラーマン、ホラーマン、ギギ食パンマン様、私のマントを返すんです。ダメです、ホラー、まだドキンちゃんにかっこいいところを見せてないんです。さあ、マントを返してください。ホラーマン、返しなさいよ。もう少しだけ待ってください。ごめんなさい、ホラー。おー、待ちなさい、ホラーマン。ガーンズ、どきなさい、バイキンマン。うるさい、さっきのお返しだ。どうだ、俺様は強いだろう。マントをつけてない食パンマンなんて全然大したことないのだ。食パンマン、覚悟しろ。やめるんだ、バイキンマン。食パンマン、大丈夫かい。いかんな、アンパンマン、毎度毎度のお邪魔虫に。それならまずはお前からやっつけてやる。この相変わらずすばしっこいやつだ。こうなったら本気で戦うぞ。来い、おりゃー。えい、あだー、ほらほらほらマン、ほらマン、お前食パンマン、ごめんなさいです。返してくれるんですね。はい、結局何度チャレンジしても止めなかったんです。ほら、お前裏切るのか。じゃあ文字さん、食パンマンにマントを。わかった、うん、もうホラーマミ。だって止めなかったらしょうがないし。さあ、これでどうだい、食パンマン。ありがとうございます、力がみなぎってきました。てぇ、こうなったら二人まとめてやっつけてやる。バイキンマン、いたずらはいけませんよ。いいんだ、生意気言うな。行くぞ、それ食パンチ、アンパンチ。あだー、バイバイ。やれやれだね。やっぱり食パンマンはマントをつけると強いね。ありがとうございました、アンパンマン、ジャムおじさん。ホラーマン、ホラーマンはどうして食パンマンのマントを盗んだりしたんだね。実はどうしても空を飛びたかったんですよ。ほら、どうしてそんなに空を飛びたかったの。ドキンちゃんにかっこいいところを見せたかったんです。ほら、でも全然飛べなくてかっこ悪いんですね。ちゃんと自分のしたことを謝ってマントを返しに来たホラーマンはかっこいいよ。本当ですか。あ、だけどどうしてマントをつけても私は飛べなかったんでしょうね。ホラーマン、それはね、マントを裏返しにつけていたからですよ。え？マントに裏と表があったんですか？そんな、ホラー。ほらほら、またまたドキンちゃんに嫌われてしまいますね。そんなことないわよ。あら、ドキンちゃん。かっこよくはないけど、一生懸命なホラーマンは素敵よ。素敵、この私がですか。嬉しいですね、最高にハッピーですね。ほら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 、ドキンちゃん踊りましょう。ほら、レッツダンス。
決まってましたよ、ホラーマンもね。はい、ではね、最後みんな今日は楽しいお話を聞かせてくれたアンパン。